今回紹介するお店は福井県越前市にある江戸時代後期から続く老舗そば店伊勢屋さんです。今回はセットメニューのコンビセット B、 おろしそばとボルガライスのセットを注文しました。県内産そば粉を使用したおろしそばを目当てに多くのファンが足を運びます。越前市のご当地グルメのボルガライスも20年以上前から提供。ジューシーで柔らかいヒレ肉を使用したカツは甘辛のとんかつソースに一度つけてあり、インパクトを感じる味わいとなっています。いただきます。大根おろしだしをそばの上にかけて、そばと大根おろしだしを十分に絡めていただきます。これが福井流。十分なコシがあり、噛むほどに口の中いっぱいにそばの香りが広がります。大根おろしだしは少し薄めで辛みもありませんが、そばの旨味と香りを楽しむのには最高のだしです。老舗そばだけあり、美味しいそばでした。サラダも新鮮でシャキシャキ。甘辛のとんかつソースに一度つけてあり、インパクトを感じる味わいとなっています。ジューシーで柔らかいヒレ肉を使用したカツは美味しい。あまりボルガライスを進んで食べることはなかったのですが、伊勢屋さんのボルガライスは味に深みがあり美味しいです。ボルガライスが好きになりそうです。越前市にはたくさんのボルガライスを提供するお店があるので探してみたくなりました。老舗そば屋さんで食べる
香り豊かなおろしそばとボルガライスは本当に美味しかったです。よろしければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。